皆さんこんにちは、カリアです。今回もグランパスの補強の噂について話をします。今回は獲得調査の報道があったサガン鳥栖山下啓太選手について解説していきたいと思います。グランパスのほか FC 東京、ジュビロ磐田も獲得調査をしているとのこと。まずはプロフィールから見ていきたいと思います。山下啓太選手、1996年3月13日福岡県出身の25歳。ポジションはフォワードです。身長184センチ80キロ、利き足は右です。2018年レノファー山口に入団、リーグ戦35試合で5ゴールを挙げています。翌2019年も37試合で11得点を挙げる活躍。2020年はジェフユナイテッド市原千葉、今シーズンはサガン鳥栖でプレーをしています。今シーズン開幕2戦目の浦和レッズ戦で2ゴールを挙げるなど活躍し、最終的には J1 10位となる9得点を挙げています。またいで縦いってクロスボール、こぼれた、山下プレイスタイルはポストプレーのできるストライカー、高さを生かしたヘディングが得意で、フォワードとして前で収めるキープ力もある選手です。また持ち味として泥臭いゴールもできる選手です。プレイスタイルはかなり落ち着いて見えますが、ゴールを決めた後激しいガッツポーズを見せたり、中に熱いものを秘める選手です。今のグランパスだと山崎亮吾選手に近いイメージでしょうか。山崎選手の湘南復帰も噂されており、ポストプレーのできる長身のフォワードの補強は必須。以前動画で紹介した西村選手は残念ながら横浜 F マリノスへの移籍が濃厚とのことです。ぜひグランパスに来て活躍してくれるのを期待したいと思います。ということで今回はサガン鳥栖山下啓太選手について話しました。今後もグランパスの動画を投稿していきますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。この動画が良ければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。